インソムニウムは、フィンランドのメロディックデスメタルバンドである。1997年に、フィンランド東部の街4円数で結成。1999年にファーストデモ、デモ99、2000年にセカンドデモ、アンダーニース・ザムーン・リッド・エーブスを制作した。2001年にビレバンニが加入し、イギリスのキャンドルライトレコードと契約。 2002年にファーストデビューアルバム、In the h ズ l ブ s of Awaiting をリリースした。その後、2004年にセカンドアルバム、Since the Day It All Came Down をリリース。2006年にサードアルバム、Above the Weeping World をリリースし、フィンランドの総合 CD 週間チャートで9位にランクインした。2週間トップ50入りした。翌2007年に日本でも、 同アルバムの日本版がリリースされた。2009年秋にフォースアルバム、アクロス・ザ・ダークをリリース。同アルバムは、フィンランドの総合 CD 週間チャートで5位に、ランクインし、2週間トップ50入りした。また、フィニッシュメタルアワードの、ベストバンド、ベストアルバムに選出された。フォースアルバムリリース後、センチュリーメディアレコードに移籍。2011年にフィフスアルバム、 ワンフォーソロをリリースする。同アルバムは、フィンランドの総合 CD 週間チャートで6位を記録し、3週間トップ、50位入りした。また、ドイツの CD チャートでも95位を記録している。同アルバムのプロデューサーはダークトランキュリティ、ディメンションゼロで活動するダニエル・アントンソンが務めた。2001年からおよそ10年間不動のラインナップで活動していたが、 2011年10月31日、ビレ・バンニが下界に専念するため脱退し、オムニアム・ギャザラムのギタリスト、マルクス・バンハラが加入することが発表された。また、オムニアム・ギャザラムとの兼ね合いで、スケジュールに都合がつかない場合があり、その際には、ビレ・フリーマンが参加していた、エンター・マイ・サイレンスのゾーマス・ヤッピネンが、サポートギタリストとして参加することも合わせて、発表された。 2012年1月にアバロンレーベルからワンフォーソローの日本版がリリースされることとなった。2014年にシックススアルバム Shadows of the Dying さんをリリース。同アルバムはフィンランドの総合 CD10 巻チャートで最高2位を記録、計7週間トップ50入りを果たした。同アルバムはドイツで最高18位、オーストリアとスイスでは、 最高33位を記録するなど、躍進の一枚となった。2015年のツアーでは、多忙のビレフリマンに代わって、ライブセッションを起用することが多かった。5月には、ヘッドライナーとして2回目の来日をし大阪、東京でライブを行ったが、この際は、プレッシャーポイント等で活動するカリオンディがギタリストを務めた。 北アメリカツアーの際には元アーチエネミーのニック・コードルがビレに代わってライブセッションに参加する予定だったがツアー前にニーロ・セバネンが近親者の急病により離脱し元アビスマルダウンのマイク・ベアーがライブセッションとして参加したこれにより北アメリカツアーはバンドメンバー4名中2名がライブセッションを起用しての公演となったさらに10月に行われたヨーロッパツアーでは ビリに代わって、元ソナタ・アクティカ、ゲン・ケインズ・オファリングの矢に、リーマ・タイネンがライブセッションとして加わっている。2016年にセブンス・アルバム、ウィンターズ・ゲートをリリース。同アルバムは約40分の楽曲1曲のみで構成されるという実験的なアルバムとなった。同アルバムは、フィンランドの総合 CD 週間チャートで1位を獲得。 初の週間チャート1位の獲得であった。その一方で、トップ50位には合計5週間と前作には及ばなかった。2019年7月中旬、エースアルバム、ハートライク、A グレーブのリリースを発表。同時に3人目のギタリストとして、以前ライブサポートとして参加していた矢に、リーマ対面が正式に加入すること発表された。メンバーを増やすこととなった原因は、 中心メンバーのビレフリマンがヨーク大学の講師であるため長期ツアーに参加できないことが多かったためである。このため3人目のギタリストを正式に加入させることとなり、もともとツアーメンバーとして参加経験のある矢にリーマ対面に白羽の矢が立ったという。この発表の中でビレフリマンはヨーク大学での仕事が忙しくなる一方で、 インソムニウムの活動もより大きなものとなったため、双方に100%の力を注ぐことが不可能なことが分かったと述べており、加えて時間が取れるときには、バンド活動には参加するとも述べている。a b f i n i s h h a r t s c o m i n s u n i m バ a b o v e the Weeping World 2015年5月13日、閲覧。 finnisharts.cominsunime,across c h、a R T、com name, Across the dark 2015年5月13日閲覧。a b c a バロンレーベルのバンド紹介の記事より、hatabfinnisharts.cominsunime,one c h、a R T、com name, One for solo 2015年5月13日閲覧。 http://www.insomnium.net スラッシュニューススラッシュ120スラッシュ56スラッシュ l i n e ダッシュ up ダッシュ c h, h a n g e ハッカイ b f i n n i s h c h a r t s ドットブインスニームシャドウズオブザダイイングさん2015年5月13日閲覧インスンニームタップスサンクチュアリ exar, ch, e, n, e, m, i, t u, i, t, a, r, i, s, t, n, i, c, k, c, o, r, d, l, e, f, o, r, n, o, r, t, h, a, m, e, r, i, c, a, n, t, o, u, r, d b, l, a, b, b, b e, r, m, o, u, t, h.net 2016年1月17日閲覧。abinsnim, ツアーニュース ,insnim アナウンスリプレイスメント4 2016年1月17日、閲覧。insomnium announce new european headline dates, in October wolfhearts.com2016 年1月17日、閲覧。ab,insunneem,winter'sgate, ンン finnisharts.com 2017年5月14日閲覧。ABCDE in the news ニューアルバムハートライクエーグレーブウェルカムジャニーリー・マタイナンアズオフィシャルフィフスバンドメンバーインスニーイムオフィシャルフェイスブック2019年7月18日閲覧。ありがとうございます。